長井康友は、埼玉県出身のオートバイロードレースライダー。日本人で初めてボルドール24時間耐久ロードレース、優勝。1989年、全日本ロードレース国際 A 級デビュー。以後、ヤマハのワークスライダーとして活躍。1995年、スーパーバイク世界選手権に、日本人として、初めてのフル参戦開始。 第10戦オランダ第2ヒートでエンジンブローを起こしたファブリッツィピロバーノのドゥカティ916のオイルが撒き散らされていた。ピロバーノは自らのオイルに乗って転倒立ち上がると即座にコースマーシャルに対してオイルフラッグを出せとアピールしたという。しかし、長居はそのオイルに乗ってしまい転倒投げ出され滑走する長居の前を滑走するマシンが宙に舞い上がり、 その間に滑走し続ける長井の体がマシンに追いつきそこへマシンが降り落ちてきたマシンに押し潰された長井は意識不明のまま圧戦市内の病院へ運ばれた事故の報を受けて日本から駆けつけた家族と婚約者が見守る中9月12日域を引き取った29歳葬式は築地本願寺で行われ長寺は ケニー・ロバーツが読み上げた。この事故の後にスーパーバイク選手権のレギュレーションが、下記のように変更された。エンジンブローしたオイルを受ける、ようトレー形状のアンダーカウルの装着義務化。ステップの先端は丸く、樹脂製のキャップをつけなければならない。1996年、長井の意思を継ぐべく、吉川渡が、長井のナンバー5でフル参戦した。 1986年、ロードレースデビュー1987年 SP、ただオレーシング加入1988年、ジュニア昇格1989年、ヤマハワークス加入、国際永久昇格1990年全日本、ロードレース選手権 TTF1 ランキング11位1991年、 全日本ロードレース選手権 TTF1 ランキング21992年、全日本ロードレース選手権 TTF1。ランキング5位1993年,19年、全日本ロードレース選手権 TTF1 ランキング3位1994年、全日本ロードレース選手権、スーパーバイクランキング6位1995年、スーパーバイク世界選手権、ランキング5位シーズン別。 ありがとうございます。